気持ちはわかるがよ。この調子じゃ何時間かかっても掘り出せねえぞ。軍隊も来るだろうし、今は逃げてようやな。嫁さん残して俺だけ生き延びたって。使命はどうした？俺たちは世界を守るルシだから使命を果たす。自分で言って忘れたのか？もう投げ出してここで死ぬのか？お前は口先だけなんだ。俺は絶対に諦めない。使命も果たすし、セラも守る。約束する。守ってみせろ。生き延びてくれ。お前もな。じゃあな。あんたが。話があるなら今度聞くよ。置いてかれるぞ。行けよ、オーブ。姉さんが守ってくれる。また会おうぜ。はい、必ず。
俺たちにできることはせいぜい無事を祈るぐらいだ。
なかったね。言いたいことは言わないと辛いよ。だって辛いですよ。今度また母さんのこと思い知らせてやります。
パージの生き残りを捜索中か。みんな逃げられたのかな。だといいが、ここを抜けても逃げ場はねえしな。ファルシの近所に住んでただけで、パルスに染まった害虫扱いだ。本当にパルスが憎いんだね。違うな、怖いんだ。数千万の国民市民がみんなパルスを恐れてる。パルスの奴らを一人残らず始末しねえと夜も眠れねえってほどな。でもあの町の人をみんなパージなんて。ああ、おかしいな。なのに政府のファルシはパージを止めなかった。これまでは政府の人間が判断を間違った。ファルシエデンが修正したんだ。人間には愛想が尽きたから勝手に殺し合えってことかね。ルシは人間じゃないです。ちょっとあんた、呪われても生きてるよ。軍はこの一帯を包囲して生き残りを封じ込める気だ。包囲の輪が閉じる前に脱出する。
の？乗れたら楽なんだが、もう動きそうにねえな。登れてんだ。もう限界だぜ。登るのか。おっさんにはきついね。リセン。気を抜くな。はっ。
クリスタルになるっつうのはどんな気分なんだろうな。使命を果たすの？肝心の使命がわからんしな。どうせろくでもないことだろうが。セラは何か言ってた？自分の使命のこと。何も。心配させたくなかったんだよ。それとも信頼されていなかったかな。やる気をそぐなよ。